はい、皆さんこんばんは。今日はこんばんはですね、マガです。今日は珍しいとこですね、夜の動画にはなるんですが、赤になっちゃった。私今国道1号線ですね、鈴鹿峠に来ております。おそらくですけど、おそらくっていうか確実に、動画に撮るのは初めてな道でございます。普段あんまり通ることがないので、まあね、夜っていうのが残念でございますが、やっていきましょう。鈴鹿峠ですね。まあちょうどね、今のカメラで夜撮影って多分トンネルぐらいしかしたことないと思うんで、この右上の表示はね、そのうち消えると思いますんで、確か2、3分したら消えると思いますので、なんか画面がね、消し方がわからないんです。さあ、そんなわけで暗いんでございますけれども、久しぶりだな、鈴鹿峠走るの。昔はね、なんかよく走ってたんですが、あの道わからない時は。久しぶりすぎてどうなってんのやら。車もすっかり後ろの車もいなくなっちゃいましたけれど、本格的な峠は多分もうちょっと先なんだろうね、きっと。あれだよね、多分前使ってたカメラより F 値っていうのが大きくなった分、多少明るくは映るんだろうけれども、その分ね、ちょっと暗いとこ走ると ISO っていうのが あの自動で上がっちゃうので、ちょっとノイズが気になる映像になっちゃうかもしれないけれども。あとね、以前ちょっとコメントで、声が左からしか聞こえないっていうコメントがあったので、全然気づいてなかったんですけど、一応あの今マイクの設定をモノラルに変えてみたんですが、どうでしょうか。治ってればいいなぁなんて思いながらも、こんな道だった気がする。なんか懐かしいよ。昔はなんかね、こうやってまあ見ての通り車がほぼいないじゃないですか。多分みんなトラックは手前からね、高速で回避する人が多いのかなと思うんですけど、まあ、それもあってか、あの昔から交通量がすごい少なくて走りやすいなと思って。
ってた記憶があって何回か走ってたんですけど、鈴鹿峠ってそんな走りにくい峠だったっけっていうぐらい記憶が乏しいので、まあどんな感じかわかんないけど、もう本当に覚えてない。初めて走るような感覚だけど、走っていきたいと思います。すごいな、鈴鹿峠って今思ったけど住宅がポツポツ立ってるんだね。でもちょくちょくトラックは走ってるっぽいね。トンネルだ。ここでも今ね、ちなみに6時半なんですが、こんなに車が少ない。最近暗くなるのが急に早くなって、なんかもうこの車の少なさから夜中走ってるみたいな感じに見えますけど、今夕方6時30分でございます。ここからなんかカーブが増えるっぽいね。まあでもこういう峠道なのに2車線あるっていうのだけでも走りやすいですよね。不安な時はこう左をゆっくり走ってれば後ろの車にはね迷惑ならないだろうし、ただこう何が怖いって、動物が怖い、道が悪い、ボコボコでございます。なんかすげえ動物いそうで怖いよね。急に鹿とか立ってても困る。まああとね、こういう道では皆さんブレーキをずっと踏んでるんじゃなくて、まあ乗用車でもそうなんですけど、エンジンブレーキを使いましょう。下りでね、カーブが多いところっていうのは、なんか看板が2個ある。この間もねちらっとニュースで見たんですけど、富士山のどっかだっけ、バスで横転みたいなした事故の、結構若い運転手だったと思うんですけど、ブレーキを踏み続けるって言い方もあれですけど、対応してて、まあブレーキが止まらなくなる現象、フェード現象っていうんですかね。運転手の人は聞いたことはあるけど実際になるとは思わなかったみたいな、なんか恐ろしい発言をしてて、確か実刑で2年6ヶ月とかちょっとそれぐらい食らってたと思うんですけど、それでそんだけで済むんだっていう、逆に27人がなんか怪我とかね亡くなった人もいたみたいなんですけど、まあね、話には聞くけどなると思わなかった、ね、事故ってから言ってもしょうがないんで、事前にね、まあ、皆さんも下りとか長い下りを走るときにはエンジンブレーキ、まあ
トラックでもエンジンブレーキ、まあ、排気ブレーキ、リターダーはありますからね。極力ね、ブレーキはあんまり使わないような速度で走るっていうのもいいかなと思います。わーわー、動物怖えな。草が生い茂って、でも対向車線はね、一体どこ走ってるのか分かんないけれど、ここで一車線になるっていうことは、そう、これでもう峠終わりだっけな。メインの峠は多分ね、あれで終わりだと思う。この辺からはあんまり記憶がなくて説明しづらいんですけど、まあでもなんかまだまだ山ん中って感じですね。道の駅、あと5キロで道の駅か。道の駅ぐらいまでやろうかね。あと5キロぐらいだから、ちなみに今オートヘッドライトで、オートハイビームで走行しております。多分カメラじゃ分かんないんだろうな。この対向車の部分だけライトが下がるっていうシステム。このカーブ見えづらい。そういえば、今日はトラックのニュースが一つ上がって、まあ、今日動画撮ってるのが9月の27日なんですけれども、なんとスーパーグレート三菱ですね、
例の速さでモデルチェンジということでね、ニュースになっておりましたけれども、どんな感じになるのか。結構なんかそのニュースのコメントをヤフーかなんかで見たんですけど、批判的なコメントが結構多くて、もうキャビンのパネルとかは使い回しでしょうとか、まあ、僕もねなんか正面からチラッとしか見えてなかったんで実際どうなんかわかんないんですけど、エンジンはダウンサイジングでパワーがなくなるんでしょうとか、まあ、なんか僕はねもう全然気にしないんですけど、まあやっぱ気にする人多いんでしょうね、あの発進の時の加速というか、僕なんかもうずっとあの赤だ日野のプロフィアでもですね、エコモード以外使ったことなくて、普通にこういう信号待ちで止まるじゃないですか。で、2車線の道路とかでこうやって隣に仮にトレーラーがいたとしても、僕トレーラーより加速遅いんですよ、エコモードかわかんないけど、それでもね僕全然気にならないんですよ。まあ人によると思うんですけど、まあそれがねストレスに感じる人が多いんでしょうね、おそらく。結構乗用車とかでも発進ゆっくりするタイプの人間なので何とも思わないのかもしれないですけど、まあその辺はどうなることかわかんないですけど、まあでも新しいね、そうなんか現行のやつでもこうなんていうの、白線を読み取ってちょい自動運転的なセンターキープみたいな機能とか、今日野もついたんだっけな確か、そういうのが今の現行モデルはついてるんで、今後新しくなったらどうなるのか楽しみだなぁなんて思いながら、さらに新しい機能がどんどんついていけばいいなぁなんて思いますけどね、安全面に関してね。さあそんなわけで皆さん、ちょうど道の駅着いたな。え、こっから何？あ、なんだこっからさ、名阪国道の乗れっていうのは絶対通る必要なかったよね。まあいいか。まあ通っちゃったからまあいいかということで、道の駅着いたので今日の動画はここまでにしておきたいと思います。ちょっとね、夜の動画で。見づらいかもしれないんですけど、普段ねほとんど通ることがないんで、せっかくなんで動画にしてみました。こっからどこ行くんだろう、怖えな。こんなとこ曲がっていいもんなのかね、まあよくわかんないけど行ってみたいと思います。あ、なんか曲がったことありそうだなここ。なんか昔通ったことあるわきっと。さあそんなわけで皆さん今日もありがとうございました。またよかったら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あ、10トン来た、いけそうだね。
それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。マガでした。バイバイ。